続いては海に出る若者たちの話題です。4月21日木曜日、大洗町の大洗港で県立海洋高等学校の実習船鹿島丸の出港式が3年ぶりに開かれました。大洗港の埠頭に高校生が集まっています。保護者の姿もあります。港に県立海洋高等学校の実習船鹿島丸が止まっています。まもなく1ヶ月の航海に出発します。海洋高校は茨城県内でただ一つの水産海洋系高校で、生徒たちは船舶技術や水産加工など海洋関係のさまざまな技術を学びます。鹿島丸は海洋高校の生徒が航海や漁業を学ぶための大型実習船です。航海の勉強をするために、資格を事前に取りに行ったりとか、今回は船酔いが僕ひどいので、船酔いに対策できるようにしっかり準備してきました。どちらかというとやっぱり船内学習とかっていうのはやっぱり精神的な部分、そういったところを鍛える面が非常に大きいと思いますので、そちらしっかり、できるように、準備はしてきたつもりではあります。この日鹿島丸の出港式が行われました。大型船の船長を目指す海洋技術科の3年生12人が乗り込み、航海術を学びます。コロナ禍のため全校生徒が見送る出港式は3年ぶりの開催となりました。これまでに飛行室や実習室で学んだことを踏まえて、実践の場である洋上でこの乗船実習により知識や技術にをさらに深めるように努めてください。船長をはじめ乗組員の皆さん、ご自身の健康と安全に留意し、その上でこの航海の安全がなされますように。出航式で実習生代表の安渚さんは、実習では航海技術を身につけるだけでなく、人としても大きく成長したいと力強く話しました。航海に関する技術を身につけることだけではなく、人としても大きく成長で帰っていきたいと思います。実習生が船に乗り込み、いよいよ出航です。見送る人々が持つ紙テープが甲板の手すりに結ばれました。生徒たちや実習生の保護者など関係者は手を振り続け、航海の安全を祈りました。本日はお見送りありがとうございました。鹿島丸、これより出航いたします。の夢は立派な航海士になって日本を支えていきたいと思います。大型タンカーとかフェリーとか大きな客船とかになりたいですね。の航海士になりたいです。そうですね、長く行くのが初めてなので、ちょっと無事に帰ってくることが一番私たちが願っていることなので、あとはしっかり実習してもらって身につけて帰ってきていただけたらなと思ってるんで。うちは女の子一人なんで、ちょっとね、中でね、男っぽいんで、性格が。だからトラブル起こさないで無事に帰ってきてくれればそれでいいかなと思ってます。また海洋技術科の2年生は小型実習船に乗って海で先輩たちの船出を見送りました。ぜひね、皆さんには日本の海運を支えるであるとか、お客様にサービスを届けられるような素晴らしい航海士に、なってほしいなと。将来は海運業界の一員としてお客様に笑顔を届けられるようになり、でそういう意味で立派な航海士になりたくて、ここに無事大きく成長して帰ってきたいと考えています。実習生は1ヶ月の間、小笠原諸島の南で
マグロはえ縄漁の実習をするほか、東京、高松、広島などの近海で操船術を学びます。鹿島丸は5月25日大洗港に戻る予定です。